緊急クエスト、裸縛りでナルガクルガとジンオーガの素材をゲーム内で集め、モンハンモデルのヘッドホンを完成させよ。はい、こんにちは、ちちちゃです。今回はこちら、モンスターハンターシリーズとオーディオテクニカがコラボしたゲーミングヘッドセット、 ATH-GDL3-NAR と同じく ATH-GL3-ZIN、 使い心地をお話ししながら、裸縛りでナルガクルガとジンオーガ天輪を出したいと思います。ライブ配信とかよく見てくださってる方ならご存知かと思うんですけど、こちら、はい、こちらナルガクルガモデルの私物でございます。最新作の看板モンスターとコラボするではなく、あえてモンスターハンターポータブルセカンド G の看板モンスター人竜ナルガクルガ、さらにモンスターハンターポータブルサードの看板モンスターライロウリュウジンオーガモデルっていうのが、モンハン老人会の私としてはめちゃくちゃ刺さったんで、まあ、両方とも即予約して購入しました。ナルガクルガとジンオーガのチョイスっていうのは、オーディオテクニカの中の人、歴戦のハンターだと私は確信しています。で、今回なぜ天輪を集めるかと言いますと、ヘッドホンマイクのですね、ペペン、ここに天輪のマークがあるんですよ。マイクの部分にね、天輪が隠されてるんですよね。これめっちゃ良くないですか？オーディオテクニカの中の人が言うに、これらのヘッドホンを作成するには天輪が必要とのことなので、今回はこれらのヘッドホンの材料である天輪および天玉を出しに行きたいと思います。あと、どうせなので昔よくやっておりました裸縛りで挑戦したいと思います。ルールとしてはクエストは何でも OK で、で、五石と装飾品はあり、裸にネクタイという清掃で挑みます。ただし、バハリ銀行は禁止っていう感じで頑張っていきます。それでは、人狩り行こうぜ。それではまず、モンスターハンターポータブルセカンド G の看板モンスターナルガクルガやっていきたいと思います。装備はこちらです。防御7の神五石があったので採用しました。ただ防げるかな、これで。メインはフゲンさんとうつし先生です。めちゃくちゃにぎやかです。白部はね、回避技がないので裸縛りは正直厳しめではあるんですが、それでもナルガ先生なら、我々ね、ハンターにフレーム回避を教えてくれたナルガ先生であればいけるんじゃないかなと信じております。やった、まずバフかけて頑張ります。聴覚保護ショーの旋律がついてあるので、ナルガの方向はこちらで防げます。モンスターハンターポータブルセカンド G の時、私完全に初心者ハンターでして、切れ味の存在すら知らなかったんですよね。マルチプレイでいとこのお兄ちゃんとその友達に連れてってもらって、とにかく採取ばっかりしてた記憶があります。で、村クエも当然やってなくて、ソロで狩猟できた唯一の大型モンスターがババコンガです。45分かかってね、友達できて嬉しくて嬉しくてボロボロ泣きました。もうそれが今やね、裸縛りですから人は成長することができます。よいしょ。で、このヘッドホン、コラボヘッドホンなんですけど、元のモデルがあるしっかりとした商品なんですよね。大口径のファイン 45mm ドライバーを搭載してるので、音の細部まで高解像度に再現してくれてます。まあ、音はね、音に関してはこだわればこだわるほど沼なんですよね。ただこちらに関しては、私が普段ライブや動画編集の時に使うのには必要十分な音質でございます。で、マイクはプロ品質のブームマイクを採用しているので、この価格帯のヘッドセットの中だとクリアな音質になってます。あと、左側のハウジング部に音量調整ができたり、ミュートボタンを搭載しているので、ゲームの中でもゲーム中でもね、簡単に操作が可能です。でね、このヘッドセットのいいところが、使用しない場合はマイクの着脱が可能なとこなんですよ。私がね、実際あまり使わないので、もう取りっぱなしなんですけど、ただね、これはね、このマイク最初ね、結構ジャックが
ちょっと硬くて、あのかんざしの状態になってるとマイクの音声が認識されないので、マイクの音がおかしいなと思ったら、まずジャックがちゃんと刺さってるかどうかだけ確認をお願いします。あとそう、もう一つ注意点があって、このヘッドセットはマイクに関してはプレイステーション5、Xbox、パソコンのみの対応となってて、任天堂スイッチにはマイクは対応してないんですよね。任天堂スイッチ音は聞けます。だからヘッド本としては聞けるんですけど、マイクは対応してないので、それだけは注意してください。完璧だったそうです。あってよかった、ど根性って感じですけど。あっていうか捕獲するの忘れた。捕獲の方が確率高いのに、やらかした。出ない、よいしょ。はあ、あまた討伐しちゃった。どうだ、何笑ってんの。まあ捕獲しなくても出れば官軍ですから。ない、よいしょ。はい、オッケー、ぐるぐる、はい、よいしょ、よーっと、オッケー、弱りましたね。落とし穴からの捕獲玉、しびれ罠の方が良かったかな。お疲れ様です。そろそろ出てほしいな。天輪来た、来ました。高校と輝く天輪、ナルガクルガはゲットです。じゃあ次はジンオーガね、ジンオーガの天玉ゲットします。続きまして、モンスターハンターポータブルサード看板モンスターのジンオーガ、同じく裸縛りで頑張っていきたいと思います。ジンオーガは天輪ではなくて天玉なんですけど、アイコンは同じなはずです。鬼人役グレート飲んで、よいしょ、怪力の種を食べると。今回はね、オトマエル、ブンドリオトマエルを連れてきました。きっとブンドってくれると信じてます。モンスターハンターポータブルサードが私のハンターとしての分岐点の作品でして、モンスターハンターポータブルサードを購入してすぐアドホックパーティーというプレイステーション3のサービスを利用してマルチプレイしに行ってたんですけど、まあ、初めて入った部屋が公式大会とかで優勝してるようなタイムアタック勢が集まるお部屋だったんですよね。で、今日ポータブルサード始めました、何も分かってないですって言ったら、そのままあのナチュラルに闘技場に連行されまして、そこからずっと青柱とジンオーガのペア闘技をやってたんですよね。でそれからガシガシと技術と知識を叩き込んでいただきまして、毎日闘技場でね、青柱とジンオーガを指導し続ける毎日を数年続け、メキメキとハンターとしてすくすくと育ってまいりました。でね、あの出会いがなかったら YouTube で活動なんてもちろんできなかったでしょうし、もしかするとまだ切れ味の存在にも気づいてなかったかもしれないです。なのでね、私にとってジンオーガというモンスターは結構ね、特別なモンスターなんですよね。そうそう、このゲーミングヘッドセット、ジンオーガとナルガクルガの2種類あるんですけど、デザイン以外にも大きな違いがございます。ジンオーガが密閉型のヘッドホンで、ナルガクルガがオープン型のヘッドホンなんですよ。密閉型っていうのは音の臨場感を感じることができて、開放型っていうのは音の定位感を特に感じることができるんですよね。なのでモンハンの神曲を肌で感じたいっていう場合はジンオーガ、あとは FPS とかもやってるとか、新作でコンゴレーシェンみたいなモンスターが出た時に、まあ、急に移動して音で登場するモンスターが出た時役に立つのがナルガクルガみたいな感じなんですよね。あとはまあ単純に音漏れしていいかどうかで選ぶのもいいと思います。あとね、めちゃくちゃいいのが重さなんですよ。これオーバーヘッドホン最軽量クラスの重量で、長時間つけてても全然疲れません。
ジンオガモデルが 230g でナルガクルガモデルが 220g です。私ね、あのヘッドホンつけると重いからずっと下げてて、イヤホンつけてたんですよね。そんな私でもずっとつけてられるぐらいの軽さなんで最高です。ガチで普通に使ってます。双剣のジンオガはタイムアウタック結構やったんですけど、やっぱりスキルがないと結構しんどいですね。スタミナもしんどいし、かけり虫の管理もしんどい。スキルの重要性が裸縛りでわかります。ジンオガは後ろ足から背中側に向けてね、攻撃するのが大正義なんでね、頑張ってるんですけど、頭もできれば破壊したい。よいしょ、天輪出るかな。よいしょ、いやー、ナルガクルガは結構すぐにね、3分ぐらいで、裸でも3分ぐらいで討伐できましたが、ジンオガめちゃくちゃ時間かかってますね。言われました、落とし穴。これあれかな、ガルクかな。ガルク説ありますよね。ガルクがめちゃくちゃ頑張ってくれてたから、しかも白梅で属性攻撃強化もしてたからナルが早かったけど、お供会えるようにしたことによりちょっと時間かかってるんかも。そして移動してほしい。なんとか移動してほしい。おいでー、ジンオガさん、おいー、ちょっと待って。ここならちょっと連れてこれるかな、連れてこれそうっすよね。おいで、あ、いけそういけそう、よかった、危なー、おいで。サンブレイクのモンスターほんとなんかセンサーついてるのかってぐらい落とし穴落ちてくれない。おし、お疲れ様です。5分もかかっちゃった。あ、来たー、いっ、壁玉。さあおいでー、よし、お疲れ様です。これも5分ぐらいかな。きたー、次こそは壁玉。まさかやっぱり。そっか、待って、アイコン違うもんね。そっか、天輪と壁玉だとアイコンが違うから、ないない。次こそは、お疲れ様です。さすがにそろそろ欲しいんだけど。きたー。やった。一生でないかと思った。よーかったー。よかったでーす。ということで、無事天輪をゲットできましたので、緊急クエストはクリアできました。こちらのヘッドセットに関しましては、概要欄に公式サイトや Amazon のリンク貼っておりますので、興味があるよって方はぜひそちらからチェックしてみてください。ただし限定品になってますので、売り切れちゃってたらごめんなさい。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんモンハンの動画投稿してきますので、チャンネル登録もお願いします。またね。Thank you.